私の名前はラム。息子のヨータとお腹の中に2人目がいる妊婦。子供同士も仲のいいママ友さんたちといつものカフェに向かっているところだ。ヨータくん、もうすぐお兄ちゃんになるね。そうだよ、僕名前もう考えてるんだよ。ルイチュ、いいでしょ。何そのひどいネーミングセンス。っていうかまだ性別も分かってないでしょ。そういえば性別ってまだ分からないの？ええ、次の検診で分かると思う。5日後なの。でもなんとなくだけど女の子だと思うわ。ママ友たちとそんな会話をしながら店に入ろうとしたその時だった。あら、こんなところで今からママ友かい？私も入れていいよ。いいんですけど、マリコさん、今日はちゃんと自分の分は払ってくださいよ。あら、失礼しちゃ。その言い方じゃ私が毎回払ってないみたいじゃない。この人はママ友グループのマリコさん。彼女はほぼ毎回お金を払わずに帰ってしまう常習犯だ。じゃあ私はサラダで。私はマフィンとペンネパスタで。ラムさん、本当にサラダだけでいいの？妊娠中なのにダイエット？違います、ダイエットなんてしてませんから。あまり食欲がないだけで。気がつくと他のママ友たちは子供たちの世話に追われ、テーブルには私とマリコさんだけになっていた。そういえばラムさん、この前高級スーパーの石田にいなかった？え、最近行ってませんよ。前は行ってたんだ、羨ましい。あのお店お高いじゃない？やっぱり裕福な方は生活が違うのね。あ、すみません、お紅茶の追加とこちらのデザートいただけるかしら。え、まだ頼むんですか？悪い、別に私が何を頼もうと勝手でしょ。私はあなたと違ってダイエットしてないもの。だから私もしてませんってば。この人ほんと毎回嫌味な絡まれ方をしてくるんだから。そしてお会計になり、小さいお子さんがいる人も多いし、なんだか忙しそう。私が先にまとめて払っておこう。あ、ラムさん、まとめて払うの？じゃあ私も後でみんなと一緒に払うわ。え、なに、いいじゃない、後で払うから。わかりました、お願いしますよ。ラムさん、みんなの分まとめて払ってくれたの？はい、一人ずつ私が回収しますので。そう言って私はみんなの分を回収していたのだけど。それじゃマリコさんの分も。ちょっと待ってね。あら、今日パートだけの予定だったから財布持ってきてないわ。ラムさん、立て替えといてよ。はあ？本当はあるプニー。ないわよ、プニーはあっち行ってなさい。プニー、さっきは払うって言ったじゃないですか。今日は絶対払ってもらいますから。だって財布持ってないんだから。そんなお金ない人からたからないでよ。もういい加減許せないわ、この人。ねえラムさん、さっき払うってマリコさんが言ったの？はい、ちょうど2人でいた時に。マリコさん、いい加減にしたら。何、みんなして私を責めるの？ママ友からも責められ、さすがのマリコさんも払ってくれるものだと思ったのだが。お金がある人がご馳走するのは当然だし、お金を回さないと世の中が回らないじゃない。むしろ私は世の中の経済活動に貢献しているのよ。息子の陽平くんは場の雰囲気に気づいたのか、心配そうにマリコさんを見つめていた。ママ、その顔を見ると私の気持ちも少しだけ落ち着きを取り戻しつつあったのだが。第一、私はパートだけどラムさんは専業主婦じゃない。え、どういう。旦那さんもいい会社に勤められてるし余裕あるんでしょ。うちは一般企業に勤める一般家庭だから、富裕層がお金を回してくれなきゃね。うちだってそんな余裕があるわけじゃないです。マリコさんの自分勝手な言い分じゃないですか。あれれ、お金持ちのくせに気持ちは余裕ないのね。こんなケチケチババ。ん、ラムさん、なんか言った？え、いや別に何も。いやだ、心の声が漏れてたわ。またマリコさんのペースに。しかも他のママ友さんもいるっていうのに、なんか気まずい空気になっちゃったし。くらい、稲光シュート。ああ、やられた。ケチケチ魔人を倒したぞ。気まずい空気を打ち消すようにヨータたちのはしゃぐ声が店内に響いた。ラムさん、そんな怖い顔しないでよ。ほら、ヨータくんだって見てるわよ。子供の教育にも良くないんじゃない？おばさんの行動の方が子供の教育に良くないよ。そんなことばっかりしてたらいつか痛い目に遭うよ。さっきから聞いてたけど、
おばさん、本当にお財布持ってないの？傭兵が言ってたよ。1時間前にコンビニでジュース飲んでたって。え？それじゃマリコさん、本当は財布持ってるの？ママ、ごめん。それは電子マネーで払ったのよ、確か。ねえ。ねえって、僕に聞かれてもわからないよ。マリコさん、一度カバンの中身、見せてもらえますか？あなた、本気で言ってるの？ないものはないの。ほら、どうぞ。確かに、カバンの中に財布らしきものは。ほら、ないって言ったじゃない。それじゃ、今度はおばさんが僕ん家の分も払ってよ。ふん、嫌な子供。宝くじでも当たったら、今までの分まとめて返すわよ。嫌な人はあなたでしょ。ふん、絶対返す気ないじゃない。傭兵、ほら、ママのとこにいらっしゃい。うん、分かったよ、ママ。カフェを出て駅までの帰り道、何事もなかったかのように他のママ友に笑いかけるマリコさんを見て、私はモヤモヤとした気持ちになった。ふう、ママ、大丈夫？さっきからため息ばっかりついてる。ヨウタ、ありがとう、大丈夫よ。ちょっと疲れちゃっただけ。ふう、なんかいいこと起きないかな。ラムさん、そういえば私、宝くじ買ったんだよね。へえ、そうなんだ。じゃ、私も買ってみようかな。いいんじゃない？だって妊娠中って当たりやすいってジンクスあるらしいし。そういえば聞いたことあるかも。買ってみようかな。すみません。この3000円のセットください。100万。うん、1000万とか1回でもいいから当たってみたいわ。そしたら家族で温泉旅行にでも行きたいかな。1000万なら毎月行けちゃうんじゃない？旦那さん、お仕事が忙しくてまとまったお休みが取りにくいって言ってたわよね。早めに休みを取るよう言っておかなきゃね。まだ当たってもないのに気が早いですよ。ん？マリコさん、こっち見てる。なんですか？ラムさんでも宝くじとか買うの？お金には困ってないんでしょ？買いますよ。偏見だな。それじゃ、私たちは帰りますね。ほら、ヨータ、行くよ。傭兵、またねー。ママ、宝くじ買ったの？当たるといいね。そうね。ヨータは当たったら何か欲しいものある？ね、どこでも窓でしょ。あと、スモール電気に。ちょっとそれは、お金があっても難しいかな。5日後、妊婦検診の日がやってきた。え、本当ですか？嘘みたい。願いがこの子に届いたのかしら。経過は順調ですね。ありがとうございます。早く旦那にも教えてあげなくちゃ。妊娠23週目の検診で嬉しい情報がやっとわかり、私はウキウキだった。ありがとうね、私たちの元に来てくれて。名前も考えなくちゃ。ヨウタに教えたら、あの子どんな顔するかしら。ウキウキ気分の私はハッピーオーラを振りまきながら産婦人科を後にした。お天気もいいし、なんだか見るものすべてが輝いて見えるわ。このままどこまででも歩いていけそう。あ、そうだ。そういえば今日が当選結果の日だっけ。私はカバンの中からこの前買った宝くじを取り出し、列に並んだ。まだ見てなかったから見てもらおうかな。なんだか当たってそうな気がする。しかし、残念ながら1枚も当たりくじはなく。はい、300円ですね。ポニ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 ン。あら、電話？はい、もしもし。ラムさん？今ね、みんなでお茶してるんだけど、ラムさんもよかったらどうかなって。ほら、この前マリコさんが来て大変だったでしょ？だから仕切り直し。駅前の喫茶店？じゃあお邪魔させてもらおうかな。え？ううん、ちょうど産婦人科からの帰り道で。イライラするわ。まったく、あの件以来誰からも誘われないなんてさ。私がすっごく盛り上げてやったのに。これも全てラムさんのせい。うん？あれは、ラムさん？何よ、楽しそうに笑っちゃってさ。人の気持ちも知らないと。あのね、実はね、当たったの。そうそう。ほら、この前話してたじゃない。何？まさか宝くじとか？いくら当たったのかしら。なんであんたばっかり、あんたばっかり。私はこれからパートだったのに、専業主婦のくせに。いい気になるんじゃないわよ。ん？何？
なんだか聞き覚えのある声ね。ねえねえラムさん、聞こえてる？ごめんなさい、聞こえてるよ。あぶねえ。羨ましすぎてつい声に出ちゃってたわ。え、何？あ、そっちもすごいの。実はね、セン・ジャスト、みんなでお祝いしなきゃね。本当に嬉しい。きっとヨータ君も喜ぶわね。あの子も楽しみにしてるもの。それじゃまた後で。セン？ってことはあんた宝くじで1000万円が当たったってことじゃない？羨ましすぎじゃないのさ。そうだ、いいこと思いついちゃった。仕方ないもんね。お金は持ってる人から使ってあげなくちゃね。数日後、某高級寿司店、回らない寿司屋行ってみたいぽに。へい、お待ち。中トロ2貫と赤貝2貫です。次。へい、お待ち。大トロ2貫とウニ2貫です。次。へい、お待ち。縁側2貫とエビ2貫です。大将、今日一番のネタ握ってちょうだい。え、まだ食べ足りない？へい、お待ち。へい、お待ち。へい、お待ち。これでどうだ。はあ、満足満足。さて、大将、お会計。はい、それではこちらになります。さて、おいくら万円かなって。どうされましたか？ごめんなさい、こっちの話よ。お気になさらずにね。本当になんて美味しいお寿司なのかしら。はあ、満足。そろそろラムさんにお会計お願いしようかしら。人のお金で食べる寿司って格別ね。はい。あ、ラムさん、突然ごめんね。聞いたわよ、当たったそうね。おめでとう。ん？何の話？もう品じらしいんだから。偶然聞いちゃったのよ。宝くじ売り場であなたが電話しているところ。私今お寿司屋さんにいるの。あなた宝くじ当選したんでしょ？ごちそうしてよ。じゃないと宝くじの件みんなにバレすわよ。宝くじ？しらばっくれないでよ。あた知ってるんだから。1000万が当たったって言ってたじゃない。ラムさん、宝くじが当たったことがみんなにバレたら大変よ。高額当選者は身内同士でさえ揉めに揉めて不幸になる人もいるのよ。悪いことは言わないからさ、私のために少しだけお金出してくれれば黙っててあげるから。え、ちょっと待って、もしかして。ラムさん、私今ね、とても普段行けないような高級寿司店に来ているの。お腹いっぱい食べたからお会計の方お願いするわね。マリコさん、私の話をよく聞いて。あれ、宝くじの話じゃなくてお腹の子の性別の話よ。お腹の子？そう、お腹の子。ラムさん、あなたも冗談が上手くなったわね。でも今は笑えないわ。お客さん、お支払いの件なんですが。ちょっと待ってて、今電話中だから。もう切っていいですか？ちょっと待って、まだよ、まだ。これからヨータを寝かさなきゃいけないんですけど。いい？ラムさん、あんたのお金で支払ってもらわなきゃ困るの。とりあえず今からこっち来なさいよ。なんで私が今からお寿司屋さんに行かなきゃいけないんですか？待って、あなた、宝くじ売り場で1000万当たったって電話してたじゃない。あれは違いますよ。妊婦検診でお腹の子がちょうど1000グラムだったって伝えただけですけど。でも当たったって言ってたじゃないのよ。どこで聞き耳立ててたんですか？当たったってのは宝くじじゃなくてお腹の子の性別の話です。今お腹にいるのは待望の女の子なんです。それじゃあの電話で話してた内容は宝くじに当たったんじゃなくて赤ちゃんの性別がってことなの？だからさっきからそう言ってるじゃないですか。何それ、ふざけじゃないわよ。ねえラムさん、その子のお祝いってことで今から店に来なさいよね。はあ、何言ってるんですか。もう切りますね。それじゃ。待ちなさいラム。ですね、私は店にも行きませんし、あなたの分の支払いもしませんから。
自分で払えば。それじゃさようなら。すっきりした。やっと言いたいこと言えたわ。ちょっとラム、ラムさん。え、どうしよう、なんでこんなことに。お客さん、電話の方は大丈夫ですか。ところでお支払いの方、できないなんて言わないですよね。あの、その、違うの、財布忘れちゃって。では警察に行くか、ご家族にお電話して支払っていただくしかありません。え、警察、もう嫌だけど。旦那はもっと嫌いよ。余ったれたこと言ってんじゃねえ。大の大人がお金払えねえんだったらよ、そのどっちかしかねえじゃねえか。ごめんなさい。それから1週間後。お待たせ。あ、噂をすれば。ねえねえ、ラムさん聞いた？マリコさんの話。うん、マリコさんはあの日、結局無銭飲食だと警察に突き出されそうになり、観念して旦那さんを呼んで払ってもらったそうだ。これがきっかけで日頃の不満が溜まっていた旦那さんに愛想をつかされ、離婚を言い渡されてしまったらしい。陽平くんは旦那さんの方に引き取られたんだって。その後、私は予定日の数日後に待望の娘を出産した。あれからマリコさんからの連絡はパタッと途絶え、今は平和な毎日を過ごしている。かわいい。俺のおやつ食べるかな。ありがとね、ヨータ。でも春にはまだちょっと早いかな。おい、ヨータ、陽平くんからハガキが届いてるぞ。本当？やった。陽平くん嬉しそうね。あいつママの顔色ばっかり気にしてたもんね。そうなんだ。人が嫌がることをすればいつかは自分に返ってくる。マリコさんの件は私の人生の教訓だ。ラムよ。プニだプニ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。プニ超高級お寿司、プニも食べてみたい。プニプニってお寿司も食べるのね。好き嫌いはダメ。プニ好き嫌いとかいう話じゃ。プニ、まあいいわ。よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてちょうだい。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしく。プニまた会いましょう。プニー。